皆様こんにちは、みえちゃんです。あれからね、昨日リンゴを書き進めまして、これで一応完成ということで終わったんですけれども、ちょっとお見せしますね。これが完成した私の絵で、こちらが先生のお手本なんですけど、やっぱりね、この辺がちょっとね、自分としてはあんまりいまいちかなっていう感じなんですけど、まあ形は取れて、リンゴの丸さとかはまあまあ描けたので、そう思ったよりまあできましたね。 80点ぐらいかなちょっと自分に甘いんででこの間このクレヨンだけで描いたのがこちらで、こんな感じでちょっと感じが違いますね、やっぱりね、色合いとかね、ってことですので、これで一応リンゴは終わりで、次に行かせていただきます。次はね、この間下絵を描いておいた、次テキストでは次お花の絵になってるんですね。これがこの間描いておいた下絵です。でこのテキストがこちらの次、リンゴが終わって、次これなんですね。でこれ2番目に来てんですけど、なんかちょっと私にはこれすごく難しそうに見えるんですよ。の色のね、感じ複雑だし、この辺もかなりいろんな色が塗ってあって、でも すごく綺麗で好きな絵ですので、まあ頑張ってどこまでいけるか挑戦してみたいと思います。じゃあね、まずこのテキスト見ながら塗っていきますね、少しずつ。それでまずテキスト見ると、さまざまな色を塗ってみようって書いてあって、黄色、赤、ピンク、紫、黄緑、水色。黄色、赤、ピンク、紫、水色ってなってるので取っておきますね。そして見ながら塗っていきますが、ちょっと昨日ごめんなさい、カメラのね位置をずらしたらね、なんか声がすごく小さくなっちゃったみたい でどうしようと思って、今日はまた別の部屋に来て写してるんですけど、これもちょっと初めての試みなんで、お見苦しかったら本当ごめんなさいね。はい、ちょっと今ね節約生活してるので、猫の治療費でだいぶ出費があったもんですからね、いろいろまだねちょっと設備買ったりできないもんで、間に合わせのものでなんとかやってるので、ほんとすみません。どっから塗るんだろう、この黄色は何だろう、あ、ここのお花ですね、ここかな、ここかな、つぼがここにあって、つぼの、あ、すぐ上の花、ここのつぼだって、花瓶すぐ上の花と、ここの葉っぱが黄色く塗られてるので塗っていきます。はい。
して、まあ何回かやってみてね、だいぶこのクレヨンの扱いに少し慣れてきたかなっていう感じですけど、あ、ちょっと大事なものを忘れてしまった。ティッシュ取っとかなきゃ。よいしょ。それでどこを塗ってるのかな、なんか若干下絵が違う、あ、ここか、この辺も塗ってって見えるかな、この辺も塗ってって、で、あとところどころこのとか葉っぱとかこの辺にこう光が当たってるようなところが多分黄色で塗ってますね。こんな感じで、こっちはどうなんだろう、これわかんないな、わあすごい複雑、よくわかりません、全然わかりません。よくわかりませんじゃなくて全然わかりません。花の芯かな。わ、難しい。前途多難です。黄色の部分を塗るんですが、どこをどう塗ったらいいかわかりませんので、もうしょうがない。行き当たりばったりで行くしか、わかんない、わあどうしようかな、できるかなこれ、なんかこっちの出来上がりの写真を見た方がいいかな、なんかよくわかんない、この辺もこうなってるかな、そうだそうだ、そうか、あーってことはこの葉っぱの下地を黄色に塗るんですね、あと引っかいたりするので多分それを出すためにこんなようなところとか、はい、でいいのかな、じゃあ黄色が出るところ、そうかな、まあ、適当に見当つけて塗るしかない、したら今度赤を塗ってみます、赤テキストではこの辺赤く塗ってるんですが、どの辺だかさっぱりわからないんです、黄色の上あたりかな、とにかく塗るしかないので、昨日はちょっとくだらないおしゃべり多かったので反省して、今日はひたすらなるべく黙って作業します。こうなんか塗り残してるのはなぜだろう、わからない、わからない、いやこれは前途多難ですね、本当に難しい、多分この本の中で一番見当つかないんじゃないかな、これは
ドリブで行くしかないかも。そしてあとはここに葉っぱがあるのかな。今日はこちらはね、昨日みたいに晴れたり曇ったりじゃなくて本当に快晴で気持ちがいいです。はい、外に行きたいなでも絵も描きたいし、今度は緑かな。じゃあまずは明るい黄色から塗り始めましょう。黄色は様々な色ととても馴染みやすい色なので色の濁りを防ぐことができます。そして赤やピンク、紫、黄緑、水色のような順序で色を塗っていきます。おや、カリちゃん、猫が今昼寝から覚めました邪魔しないでね、お願いだから。今ちょっとね、今やめてね、飛びつかないでね、かりちゃん。今抱っこできないよ。わかんない、どうしよう、ここかな。全然見当がつきません、これ見ても。このピンクをどこに塗るとか全然わからない。どれだろう、ここかな、ここしかないな。いやでもここは違うと思ったんだけどな。まあいいや、こうして塗ってこんなところかな。いや難しいなこれ。どうなってんだかわかんない。このあたりかな、あたりかな。わかんないですよ。まあいいや、しょうがないからもう塗っていくしか。見当つけて、こんなとこに葉っぱあったかしら。難しすぎる。今カメラをねすごく不安定な台に乗せてるんですよ。それでアクシデントが起きなきゃいいんですけど。カメラがもし起こって画面が悲惨なことになったら許してください。このぐらいでいいのかな、見えないな、本当に見えない。この辺がピンクっぽい感じかな。それでねクレヨン塗ってるとねこういうところが汚れちゃうんですね。でこの絵は背景塗らないのでどうなっちゃうんだろう。
なんか悲惨なことになりそう。こういうくっついちゃったところは何で落とせばいいんだかわからない。今度は花瓶。これはあの前の100均のクレヨンに比べるとだいぶ柔らかいで、柔らかくてこうなんていうのかな、こう塗ってるとね変なカスも出ないし、あのねっとりしてるっていうか盛り上がる感じすごくいいですね。次緑、緑で塗るのかな。ここもなんかあれか、この色で重ねるんだ緑を。ここもこういう風に。大体濡れたら今度はあの出来上がりの絵を見ながらやることにします。じゃないと私全然見当がつかない、さっぱりわからない。この辺かな、一番難しいんじゃないかなこれ。順番は2番目なんですけどね。なんでここがこうなってんだろう。まあとにかく見当をつけながら。あれ？全然違うとこ塗ってるような気がする。はい。多分私の下絵自体がおかしかったか。知れません。この辺が青くなってる。こっちのマーガレットみたいなとこの、ここさっきピンクに塗ったとこかな。分かんない分かんない、どうしよう。見当もつかない。あら、この辺もう一つ。あ、そっか、これじゃなかった多分。ここは塗りつぶしてここの下にあるんだ。この辺だかな。さあ完全に間違えた。この辺だ多分。ここにお花があるんだ一つ。そしてだいぶ間違えちゃった。なんでこうなるんでしょうか。あ、
どうしましょう。どうしましょう。わからない。こうなってるからこうなっちゃえ。それで、ああこうなってるわけ。こっちまで来てるんだか。ここの上はピンク。ですが、まあだいぶ位置が先生の絵とずれてきちゃうかもしれないですけど、まあ、自分なりに描いていくしかないですね。じゃあこれしながら塗るのかな。はい。悪戦苦闘しております。だいぶハードですこれは。全体の図が出てないのでよくわからないな。どうなのかこれ。私のお手本見た方が分かりやすいんですけど、でもお手本はもうかなり塗り込んでからの絵だから、その途中がどうなるのか全く分からない状態。うわこれはちょっと難しい。どうやって塗ってんのかな。ここは出てない。まいった。出るかな。じゃThank you.
花瓶に黒を使うみたいですね。花瓶に黒を使って、全体に塗るのかな。花瓶に黒を使ってさらに引っかくってありますよ。難しいな。難しすぎる。どうかそっか。いや。乗らない、どういうわけか。参りました。じゃあこっちを見ながら描いていくしかないか。書くのかな。とか赤も使ってるな。紫。見ながらひたすら塗り込んでいきます。それしかできない。本当に難しいですよこれ。ちょっと急にこれやるより他のをやってからにした方が良かったかもしれない。さっき塗ったピンクはどこ行っちゃったのかな。ないな。全くテキスト見ても載ってないし、難しい、難しすぎる。適当になるしかない。
この花はちゃんと描いた方がいいみたい。ちゃんときちんとアバウトのあれだったから。昨日までは気楽になんかやってたけど、ちょっともう今日はかなり緊張してやってます。時間ももうそろそろあれだし、白塗っていいのかなこれ。いきなり白じゃまずいよな。多分グレーかな。人によってはね、このお花の方がやりやすいっていう方もいるかもしれませんけど、いや私は難しいな、これめちゃくちゃ難しい。そろそろもう早々と時間になりそうなんですけど、もうちょっと進めたいんですけど、こんな感じで。ここに丸が2つあったんだろう。しょうがないからこれこういう風にするしか。違うか。あ、もうそろそろ時間になってしまいました。じゃあ今日はだいたいこのぐらいまでしか描けませんでした。まあでも全体的に色は混ざってきましたね。これでまた少し後で手入れてみます。じゃあこの続きはまたできれば明日、できなければまあなるべく早くアップしますので、じゃあ最後まで見ていただき本当にありがとうございました。
またよろしくお願いします。